です。ハードワークマイズスペシャル、とうとう4日目ですね。今日はギタリストの素晴らしさも十分に楽しんでいただきましょう。まず最初はやっぱりこの人ですね。マイクル・シェンケグループ、アーム・アンド・レディ、イントゥ・ザ・アリーナ、ロック・ウィル・ネバー・ダイ、アンド・デッド・ソング。
マイケル・シェンカーグループでまず8年前、まずコーシー・パウエルがドラム氏のところでライブで、アームド・エンド・レディ、イントゥ・ザ・アリーナ、そして83年、ハマー・スミス・オーディオンでのライブで、ロック・ウィル・ネバー・ダイ、そしてデザート・ソングでした。まあ、やっぱりマイケル・シェンカーが出ると、ルドルフ・シェンカーを出さなくてはいけません。リズムギターですけどもね、次はスコルピオンズです。スコルピオンズ、ビッグ・シティ・ナイツ、ロック・ユ・ライク・ア・ハリケーン、ホリデー、and still loving you。Tell you, it's fantastic to be back in California! We have a song for you from the new album from Rubber Sink called Big City Night!スコーピオンズ、ラブアットファーストスティングツアーからビッグシティナイツ、ロックユーライカハリケーン、ホリデー、そしてスティルラビングユーでした。さてこの後5分のニュースを挟みまして、10時からはまたビシバシパート2で素晴らしいギタリストが登場します。 Keep listening, OK?本当に後半は驚くようなギタリストたちがビシバシ登場します。ちょっとラインナップを申し上げますけども、バン・ヘイレン、スティーブ・バゲイ、ところのタイガース・オブ・パンタン、そしてミッチ・ジュリーのタラス、フィル・リノット、ゲリー・モア、チェット・ニュージェン、イングリッド・マムスティン、絶対に11時まであなたは耳が離せません。ではまずバン・ヘイレン、イントロから始めまして、 Best of Both Worlds, Rock and Roll。 Sometimes it just ain't enough。
ヘイレンでベストオブボースワールド、そしてロックンロールでした。これね、テープに撮ってらっしゃる方は今のロックンロールなんかいつ終わるんだろうと思ってイライラしながら撮ってたんじゃないでしょうかね。でもその必死になってるのは皆さんだけではありません。実はこっち作ってる番組を作ってる私たちの方もこの今の曲みたいにね、最後に入ってる曲だったらいいんですよ。でもその最初と最後がこうつながってたりするわけですよね。その曲が終わりそうだなと思って終わったかなと思うと次の曲のイントロが始まっちゃったりする。ライブにはそういうレコードが多いので作ってる方も必死だということを考えてください。ですからお互い必死にこの番組を作ってそして聴いているわけですね。バンヘルンの後はデイブリロス関係でスティーブ・ワイト、それからビリー・シーンをお届けします。まずタイガース・パンタンなんですけども、これは本当にあの貴重なアルバムだと自分で思っています。それからビリー・シーンがいた頃のタラス、これはビリー・シーンはギタリストではありませんからギターの方はミッチ・ペリーが担当しています。タイガース・パンタン、スレイブ・トゥ・フリーダム、レイスト・オン・ロック、タラス、キング・オブ・ザ・ワールド、イン・アー・マウンティング・フレーム。Power!
ガースオブパンタンで Slave to Freedom Raised on Rock、 そしてタラス、これは1983年ニューヨークでのライブですね、 King of the World、 そして Inner Mounting Flame でした。ねえ、あのタラスのビリーシーンなんですけども、タラスのっていうか元デイブリーロスバンドと言った方がいいんでしょうかね、脱退後ポール・ギルバートとエリック・マーティンバンドと一緒に何かやるとかって言ってますけど、あれどうしたんでしょうね。またその後のニュースもぜひ追いかけてみたいです。やっぱりこういう素晴らしい人たちっていうのはエゴのぶつかり合いもいろいろあるのかな。でもね、この頃のタラスっていうのはミッチ・ペリーとビリー・シーンですからね、本当に今から考えたらやっぱり夢の組み合わせだったんでしょうかね。またいろんなことをいろんな人たちとやって、いろんな活動をして、それを全てライブで収めてほしいですね。さて次ですけども、これはもうレコードですから当然聞けないものです。フィル・リノット、そしてゲイリー・ムーアとテッド・ニュージェントですね。テッド・ニュージェントは非常に珍しいカリフォルニアジャムからのですから、多分持ってらっしゃる人はあんまりいらっしゃらないんじゃないでしょうか。聞いてください。フィル・リノット Dear Mr. Lonely Hearts and Gary Moore Reach for the Sky Ted Nugent Snake Skin Cowboy。
ノットで Dear Miss Lonely Hearts、 これフィル・リノットっていう人とライノットっていう人両方いりますね。どっちなんでしょう。ゲイリー・ムーアで Reach for the Sky、 そしてテッド・ニュージェントで Snake Skin Cowboys でした、ね、78年のカリフォルニアジャムですからね、本当に懐かしいっていうか、まあ、生まれてない方いるかもしれませんね、もしかするとこの頃には。さて最後はやっぱりイングベー・マルムスティーンをかけます。ポール・ギルバートとかチャステインとか、それからカコファニー、この頃本当に早弾きのギターテクニシャンとかもたくさん出てきましたよね。でマリさんが月曜日にいつもやってますレギュラー番組のロックサウンドをお聞きの方はご存知だと思いますけども、この方たちはほとんどやっぱりイングベーの影響をかなり受けてるんですね。でジョイタフォーラ、日本語でジョイタフォーラと言ってますが、本人はジョイタフォーヤと言ってます。ジョイの話がすごく面白くて、ロックサウンドでこの前もご紹介しましたけども、あのイングベーマルムスティーンの初のソロアルバムをね聞いた時に、彼45回転で聞いちゃったんですって。でうわーこんなに早いなんてって、もう泣きたくなったそうです。で45回転だってことに気づいて33回転で初めて聞き直して、であよかった45だからいけなかったんだなってほっとしたんだけども、33回転で聞いてみて改めて泣いてしまいましたって言ってましたけどもね、本当にギターの歴史を塗り替えた人です。イングベー・J. マルムスティーンズRising Force, Far Beyond the Sun, and I'm a Viking. イングヴェ・ J. マルムスティーンズ Rising Force で Far Beyond the Sun, I'm a Viking をお送りしました。やっぱりイングヴェのギターって素晴らしいですね。でももしかして皆さん、どうしてハードロックのギタリスト特集なのにリッチ・ブラックモアが出てこないのかななんて思ってらっしゃるかもしれませんけども、出てくるんです。明日前半はキャンサスで、そして後半の方はジョーリン・ターナー、そしてロニー・ジェームス・ディオのレインボー、そして今のラインナップのイアン・ギラン、リッチ・ブラックモア、ジョン・ロード、そしてロジャー・グローバー、イアン・ペイスのラインナップでディープ・パープルをお送りしますからね。明日はもうリッチ・ブラックモアが嫌というほど聞けますから、交互期待という感じですね。さてこの番組へのご意見ご感想などがございましたら、郵便番号 150-01 NHK 放送センター、 NHK FM ハードロックライブスペシャル西森マリンの係までビシバシとおはがきをくださいね。明日あと1日ですね。 You gotta keep on rocking. Bye now. To reach for your star, you can be your